はい、今度は高知機能の紹介です。この RMP5 本体右側にあるこの高知ボタン、これを押すとですね、6種類ある練習モードを切り替えることができるんですね。じゃあ一つ一つ紹介してみましょう。はい、それではタイムチェックです。これは自分が叩いたタイミングが合っているのかどうかディスプレイに表示してくれる機能なんですね。自分の叩いたタイミングを目で見てチェックできるっていうから、これはいい練習になりますよ。この高知ボタンを押してタイムチェックを選んだら、スタートストップボタンを押してもう早速練習開始です。それでは、メトロノームの四分音符に合わせてまずは四分音符を叩いてみましょう。このようにぴったり合うとグッドの表示が出ますね。そして速いと右側に表示が出て、もたってくると左に表示が出ますね。そしてぴったり合う、いい練習になりますね。RMP5 では、タイムチェックを選んだときに画面が初期設定ではいい4になっています。これは、四分音符に対してタイムチェックされるということなんですね。だから四分音符よりも細かく叩いた音符には反応しないようになっているわけなんですけれども、でももっと細かく8分音符、16分音符、3連符とかね、の細かい音符一つ一つに対してタイムチェックすることもできるんですね。じゃあそれでは、16分音符1個ずつタイムチェックできるように、E16 を選んで、叩いてみましょう。はい、それでは3連符でチェックしてみましょう。この画面の表示をE3 にすると今度は3連符、これで OK ですね。この練習はですね、途中で休符が出てきますので、そこの手順とタイミングに注意して叩いてみましょう。じゃあ早速いってみますよ。ちなみにこの画面に E とか H っていう表示が出ますけれども、 E は Easy、 ちょっとぐらいねずれたぐらいだと許してくれる優しい判定のコーチなんですけれども、 H はもうちょっとのずれも許さないハードな鬼コーチ、この2人のタイプのコーチがいるんですね。 Easy で OK がたくさん出るようになったら、ハードでシビアに練習してみましょうね。グッドの表示を出すにはね、コツがあるんですよね。もう叩くときにメトロノームにこう合わせようとするんではなくて、自分の体で、乗りながら自分でリズムを感じて叩くのがコツですね。そうすると自然とメトロノームと自分のリズムが合ってきますから。で、ちょっとずれたぐらいじゃ気にせず、しっかり自分でキープし続ける。そうするとグッドがたくさん出るようになりますよ。頑張ってね。はい、それでは、高知ボタンを押して、練習モードを切り替えてみましょう。ポン。次は B のアキュラシースコアですね。これは先ほどのタイムチェックに点数表示機能がついたものなんですね。グッドが出た回数によって点数が決まります。そして画面の中央の表示が点滅しだしたらもうすぐ終わりっていう合図なんですね。じゃあまずは A4 の4小節から挑戦してみましょう。最初の2小節カウントを聞いたらスタートですよ。じゃあやってみましょう。何点ぐらい取れるかな。
Perfect. はい、この A4 の4小節になれたら徐々に8小節、16小節とか長くしていって最長の32小節にも挑戦してみましょう。点数が出ることで練習の励みにもなりますよね。ぜひ友達と点数を競って叩いてみてくださいね。はい、次はクワイエットカウントです。これは、メトロノームがはっきり聞こえたりほとんど聞こえないぐらい小さくなる、その間も叩き続けることでリズムキープ力を鍛えるトレーニングなんですね。これも、リズムやフィルが走ったりもたったりしないように何回も繰り返して練習してみましょう。例えば画面の真ん中が Q2 なら2小節メトロノームが鳴って、その後同じ長さの2小節は小さな音量になるっていうことですね。メトロノームが聞こえなくなったところもなんとなく叩くんじゃなくて、しっかりこう体で四分音符を感じながら叩いてください。ちゃんとリズムキープできていればまた聞こえてくるメトロノームと自分のリズムがぴったり合うはずですよね。次はオートアップダウンです。これは、最初に自分が決めたテンポから徐々に、テンポが変わっていく練習モードなんですね。こう左右一つずつ叩くシングルストロークや二つずつのダブルストローク、これのテンポアップや持久力を鍛えるのにバッチリですね。それでは、シングルストロークを早く叩くコツなんかをちょっとお伝えしてみましょう。いきなり速いテンポで叩こうとせず、まず力を抜いて、そしてこう軽く叩く。そしてヘッドからこう跳ね返ってくる力をうまく利用して、こう指で弾くんですね。そう。そして左右のスティックの高さ、この上げる高さも注意して叩いてみましょう。そして、こう叩くときにね、リズムがこうよれるときがあるんですね。というふうに左右均等にならないとき、そういうときはですね、この動きを交互にするわけなんですけれども、右手が下がったときは左手が上がる、左手が下がったときは右手が上がるというふうに、こうシーソーのような動きを意識して叩くと結構ね、均等に綺麗に叩けるようになりますね。左右均等に、でこの調子で早く叩いてみましょう。皆さんも試してみてくださいね。はい、次の練習モードはリズミックノーツです。いわゆるチェンジアップダウンの練習ですね。これはリズム練習の基礎中の基礎、しっかりやってスムーズにタイムチェンジできるようにしよう。画面表示の R5 は最初に2分音符、そして4分、8分、3連16分、この順番でチェンジアップダウンしていくんですね。メトロノームも一緒にタイムチェンジしてくれるから、特に初心者には分かりやすくていい練習になるんだよね。でも慣れてきたら、このリズミックノーツのようにガイドがない四分音符だけのメトロノームでもパーフェクトにチェンジアップダウンできるようになろうね。それではこのリズミックノーツに合わせて叩いてみましょう。最初2小節カウントを聞いたらスタートですね。行ってみましょう。
実際に曲を叩く時にもこのリズムの中に3連符とか16分音符などのいろんなふわりのフィルが出てきますね。でそういうフィルもスムーズに叩けるようにしっかり練習しましょう。基礎中の基礎ですからね。練習のポイントはこれも左右のバランスに気をつけて叩いてみましょう。そしてタイムチェンジする時も音が途切れたりすることなくスムーズに叩くことも重要ですよね。はい、それでは次行ってみましょう。これは、ストロークバランスです。これはですね、叩いた強さを目で見てチェックできる練習モードなんですね。こう叩いた強さがこのレベルメーターのように針で表示されて、こう強さを目でチェックできるんですね。ちょっとやってみましょう。左右のスティックの音量バランスを揃える練習にもバッチリですね。この強弱の表現、すなわちダイナミクス、これはドラムの演奏の音楽的な表現力の鍵になるんですね。しっかり強弱の練習をして表情豊かなドラマを目指しましょう。この画面の真ん中に書いてあるホールド、これはですね、このように叩いた後表示が残るんですね。ゆっくりなフレーズに分かりやすくていいと思います。そしてもう一種類フラッシュ、これはこのように叩いた後にすぐに表示が消えてくれるので早いフレーズの時にいいんですね。分かりやすくていいですね。それじゃあ16分音符のアクセントを移動する練習をしてみましょう。アクセント部分はある程度大きく叩き、それ以外の音符はすべてできるだけ小さく、そして音の粒を揃えて叩きましょうね。そしてですね、例えば1打目が右手のアクセントの場合、3打目の右手もやや大きくなりがちなんだよね。アクセント以外の3打はすべて同じ音量で叩けるようにコントロールしましょう。叩く強さというよりはスティックを上げる高さを揃えるのがポイントですよ。